負けた、負けました。ちょっとまた見てくださってありがとうございます。みんなでふみやくんの応援をしたいですけど、また配信をするんで、引き分けではなく、相手の方が先にポイント取ったら選手っていうのが言って、はい、その引き分けになった時にその先に取った人が勝ちになる。そんな感じなんですね、最後の勝敗は。最後取ったのが赤の方で、最後点数を取ったのは赤の方で、で、ふみや選手が負けて、負けたっていう感じです。最後にやっぱ、うん、こう、やっぱもう流れがありましたね。流れがありましたね。なんかトントントンって決まってきますよね。あの流れに下がっちゃったのよ、フミヤが。僕ちょっと空手をまあそんなに勝てれないですけど、やっぱり流れがあるんですよ。流れがあるっすね。流れがある。流れがあります。はい。いや、このピリピリ感すごいな、なんか空手。初めて見たんですけど、勝敗決まんのほんま一瞬ですな。うわ、歯が出てるわ、あの人、あの人歯が出てるわ。始め、俺歯が出てない。ちょっとお疲れ様です。どうだ。いや、ほんまにだる。初めて空手見た人も多いと思いますが、またふみや君もこうやって空手の試合やと思うんで、みんなで応援しましょう。てなところで今日は配信終わりにしたいと思います。悔しいな、あれは。残念。また応援しましょう。また配信します。ありがとうございました。悔しいな。